約束の場所はここです。周りには誰もいないな。どうやら早く来すぎてしまったようだ。おやおや、誰かと思えばなんちらではないか。ゴロ、大丈夫か？あっ、はあ、お前たちか。まさかあの女が急に現れるとは。あいつとはどう接していいかわからないのだ。気づいたらもうその辺に隠れてしまっていた。おや、お客さん運がいいですね。ちょうど引き換え券が当たりましたので、おまけで商品を差し上げます。おー、商品がもらえるのか。よかったな、ゴロ。こちらが商品の狐のぬいぐるみです。お受け取りください。何？キツネのぬいぐるみ？おや、お客さん、とても幸運ですよ。ちょうど浜原安泉記の100人目の購入者となりました。八重様の直筆書評が入った特別版をお送りいたします。なぜこうなる？お客さん、どうされましたか？どれどれ？金色。お客さんすごいですよ。特徴です。ゴロ、お前今日すごく運がいいみたいだぞ。ところで、特賞は何がもらえるんだ？特賞は八重堂から出版されている娯楽小説の全巻セットです。八重巫女様ご本人から商品が贈呈されるだけでなく、八重様と握手して記念撮影ができる機会も。何？あの女に会わなければならないだけでなく、握手して記念撮影だと？わらわが特別に用意してやろう。ち、な、に、に、女物じゃ。ああ、あの